おまけのガンダムバトレイブ、オマレイブ、はい、聞いてみましょうか。引き続き開封していきますか。リアリティの高いのはね、チケット、シークレット1枚しかないからな。引けますか ね。引いたぞ。引いた、何を引いた。バスケットマンだ。あー、来た。引いたぞ。レイアップしてる。おー、レイアップガンダム。かっこいい。武装ねえけど、うん、これさっき軽く話したけど、全部ガンダムなのが良くないんじゃないかな。いろんなモビルスーツのパターンの方が良かった可能性はあるね。強いて敗因を言うんであれば、うん、そこだと思います、ね。お、手長エビですって。手長エビ、これかっこいいと思うかな。絶対気持ち悪いよ。意外とかっこいいんだな、これが。モイラーマっぽいんだ。そう、海の中の、うん、まあちょっとデンドロビウムみたいな感じですね。そうだね、うん、な、何、卵をぶち込んでるのねえ。あ、本当だ、これイクラかなんかかな。いや、エビだからね。ねえ、へえ、エビなのに卵型産卵ですって、エビの卵なんだ、これは。後ろに下がりながら発射するんですって、エビだから。なるほどね、引き打ち無敵じゃん。この辺りが良かったな。これ何ぞこれ。おお、巡洋艦。まあいいんじゃない。これちょっとガンダムっぽい巡洋艦ですね。あー、あー、かっこいい。サイコみたいな感じになるんだ、ね。うん、これ確かに対空性能めっちゃ高そうだな、この。シルバーレアだね。うん、で、こっちはグラディエーター、剣闘士から。あ、いいね。これ結構良くないですか。かっこいいよ、これ。うん、激動ガンダム、大負けナイトガンダムにいそう ね、うん、ねえ。で、俺が引いたのは、うん、やっぱりうちといえばこれ、ゲーム機、うん、見たことのないゲーム機だけど、ピピンアットマークにちょっと似てる。チャーン、あー、くっつくとファミコン、スーファミっぽくなるな。そうね、うん、これ RX78 か、うん、ハイパーファミガン。じゃ、これはこれで、ガチャ、これ気に入ってたから持って帰っていいよ。なんすかこれ。いや、いらない。いらない、いらない。キラ仕様の。スーパーガンボールいらない、キラ仕様の。キラ仕様のスーパーガンボール、うん。なんでピッチャーなのにボールがメインなのかって話だよね。ツッコミどころがあるよね。そうなんですよ。レア。うん、高レアを、シークレット引きたい。シークレットって何、そもそも見分けつくんですかね。お、だと思うよ、さすがに。うん、うわ、やばい、これ導入されてたか。なんすか、これ警視庁が。あ、パトカーだ。おー、警視庁がね、もう来るよ、ほら。うわー、パトカー、うわー、いいね。警視庁って書いてるから、警視庁って横に勝手に書いてるから。ポリスって書いてるから。勝手に警視庁って書いてるから。 GBPD って何の略称でしょうね。ガンダムバトルポリス、ポリスデパートメントじゃない。ああ、なるほどね。これ鷹。あ、鷹、俺も引いたやつと、これ、ああ、フォークテイマー、鷹、鷹章ですね。うん、うん、おお、輝いてる輝いてる。パラレルも引いてる。シークレットが出ねえな。俺のはこれガーゴイルですって。ガーゴイルのガンダム。うわ、へえ、本当にガーゴイルだ。あれなんだ、ゼロカスタムみたいな感じなんだ。これウィングとくっついてるな。この肩の感じはウィングだね。胸の玉、うん、すごいよね。これもこれとかも結構クジャク。おお、綺麗。綺麗じゃないのよ、なんか。すごい。うわ、これ GP01 だね。そうですね、 GP01 の、うん、スラスターが大量にくっついてますね。よう思いつくな、こんなの。ファンネルついてるし。はい、偉人シリーズ、石川五右衛門。石川五右衛門なんだ。釜茹でにされてますね、今これ。釜茹でにされてるのに、のんきにキセルをふかしてるね。さすが五右衛門だぜ。ああ、まあ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 、まあ、うん、なんか想像はつくわ。まあ五右衛門ですよね。歌舞伎じゃないけど、歌舞伎ガンダムっつってるけど、歌舞伎の演目だから。ちょっと違和感は。演目だからじゃない。あれ、もうこれでおしまいか。これで最後、ね、じゃあ開けちゃいます。出てくれ、レアなやつ。
ダメだ、シルバーレアでした。シークレットは必ず入ってるわけでもないのか。必ずではないと思う。1枚だからね。油断してるとね、バージョン違いでくっついてるやつとかもあるからな。はい、こちらです。人魚。お、いいじゃないですか、マーメイド、うん、スプラッシュガンダム、いいね、色っぽいね。ね、ちゃんとマーメイド。髪なんだろう、毛は何なんだろう。髪はこれメカブに見えますけれども、排気口みたいなのついてますからね。ね、微妙にあのカニっぽくなってるボール、ボールがね魚介になってるボールがいるから。赤鬼結構かっこいいですよ。ガン一機、うん、ガン一機、このコンボバズーカいいですね。もう確かにな、これ何とくっついてんだろう。サイサリスだよ。これサイサリスか、うん、あ、肩パーツとバズーカがサイサリス。本当だ、試作2号機かこれ、うん、へえ。元ネタ探すの面白いな。面白いですね、元ネタ探すの、うん、意外とあるんだ、うん、このスプラッシュガンダムもある。スプラッシュガンダムは、でもこれ多分頭頂部があるな。見てみましょう、この頭頂部は何かあるな。あ、いや、このデザイン見たことあるぞ。ああ、ちょっと個性的だもんね。でもほら、連邦のマークですよね、うん、鼻のところに入ってるの。だから宇宙世紀だよね。宇宙世紀ですね。なんだろうな、スペリオールとかそっち、何かのコアモビルスーツからフュージョンって書いてあるんですけど、これフュージョン先とか書いといてほしいですよね。人魚の方だけ書いてあるからさ、うん、何のロボの方か書いてないでね、モビルスーツの。うーん、このさっきブクちゃんが引いたバラと融合したガンダムジョセフィーってやつなんですけれども、これは分かります。なんか顔でかくない。でかいです、かなりディフォルメされてます。なんかあるのかな、この黒っぽいガンダム。黒いね、頭の形がすげえ特徴的ですよね。そうだね、こんなガンダムいたっけな。なんだろう、あんのかな、ガンダム元ネタ全部。元ネタ全部ありそうなね、見た目ですよね、これ。他には、いやーそうとも限んないな、うん、なんかね、そうとも限んない感じするよね。これ見りゃ絶対違うって分かるもん。分かんないよもうそれ。これはもう何とくっついてるかなんて分かるわけがないもんな。基本は RX78 が多い感じだけど、うん、多分書き手によって違うんでしょうね。元のガンダム、そういうコンセプトを持って書いてる人もいれば、単純にそのコラボ先のを優先して書いてる人といるよね、うん、これ、うん、そう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 、うん、それはそうかも。絶対そうだわこれ。面白いな、これ対戦ってなると全部が全部、まあ、モビルスーツのカードじゃない。つまり魔法とか、うん、ね、挟まる余地がないのかな、このゲームって。種類的には裏側、要はこれ裏に、うんうん、書いてんのよ。洗濯機とかその裏のパーツが。テキストが違うのね、うん、だから裏がマジック的に使うんだと思う。表面で言うと、例えばこいつだったらソウルウォッシャー、うん、このマシンソウルが、うん、ダメージを与えた時、次のターン中このバトル相手と同じ MS のパワーマイナス300って書いてんだけど、裏の洗濯機の方の説明はウィルを1枚使う、これからこのターン中相手はフュージョン MS の効果を使えないだから、そういうことか。裏がマジックみたいになってね。なるほどね、表裏で使い分けられるんだ。使い分けるんだと思う。なかなかいい考えだな。ゲームとしても面白そうな気してきたけどな。ほうほうほう、これはどっかのタイミングで対戦するしかないか。デッキ組んで、デッキ組んで、これ多分デッキもそんな難しくないですよね、うん、こんな感じだったら。幸いカードはたくさんあるんで、あるある、これは組めるぞ。でもこれあれですね、第3弾がこれってことは、まだまだバリエーションが、正直全部見たい気持ちでいっぱい。まあね、またどっかで開けましょうよ、残ってるやつ。うん、まだ何が残ってる？2弾が残ってるのかな。スターターと、もう一つボリューム1が開いて、うん、開いてないのかな、うん、そう。今度開けようぜ、これ。いいね。はい、というわけでね、今回は、フュージョン戦記ガンダムバトレイブを紹介しました。皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。マジで終わってるって言ってる。やれる人はどうですか。